皆さんこんばんは、しゃべくり松代の時間がやってまいりました。4月の15日月曜日です。今日の松代はですね、朝から暖かかったのでですね、それでですね、今日の松代城の桜がですね、今日満開になりましたですね。昨夜はですね、ライトアップということで、そのセレモニーがございましてですね、昨日から、今週いっぱい、ライトアップが続いておりますので、6時半以降ですね、また遊びに来ていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。それではですね、今日のゲストをご紹介いたします。現在ですね、街歩きセンターでですね、毎月1回、街歩きレストランを開催しているんですが、その、お客さんにですね、好評を得て、いる仲間のですね、お一人である伊藤よしこさんをご紹介いたします。一つよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、今日、まあ、こういうレストランの形でお話しするんですけども、まずはじめにお聞きしますけれども、このレストランに関わったきっかけっていうのをですね、ちょっと知らせてお話ししていただきたいと思うんですけども、まあ、このフリップちょっと見ていただいて。はい、松代の寺町にあります金箱邸住宅を長野市が買い上げまして、はいはい、2年かけて修復することになりました。はいはい、でその活用ワークショップに参加したのがきっかけなんですけれども、はい、そこでワンデーシェフを行うということが決まりましたので、それをお聞きして、はい、それから間もなくですね、こちら の伝承館の方で練習場所を提供してくださるということをお聞きしましたので、2年後を見据えてお友達と参加させていただくことにしました。はい、まあ、これが一応募集のあれですね、要項っていうか市の方でね、出してこれだけワークショップに参加してくださいみたいな形のねお話があったんですけど、まあ、これも私も一応一旦出させていただいて、いろんなワークショップでね、どういうふうにすればいいかっていうお話があったですね。で、まあ一応皆さんで検討した結果、一応ワンデーシェフやりましょうみたいな形になったんですよね。はい、でこれ見ていただくとですね、あと何年って言いましたっけ、2年後って言ってましたね。はい、じゃあそれまでに一応練習して本番に備えるっていう形でいいですね。はい、であれですね、この商家の方ですけどね、こちらが一応厨房になるんですね。これも決定なんですね。であとこちらの方が何だっけね、食堂っていうかレストランの感じになる。でこちらのお庭を見ながら食事ができるっていう形のお話ができているんですね。はい、それではじゃあですね、この仲間ですね、やっておられる方って何人ぐらいでいるんですかね。6人の方で、はいはい、年齢はだいたい60代の方が主ですね。はい、はい、うん、ここ見ていただければ分かるんですけど、はい、2,4,6 名いらっしゃいますね。はい、伊藤さんは一番奥ですね。はい、はい、そんな形です。はい、はい、であとはですね、まあこういったこのこれが街歩きレストランの、あれですね、前景、一応お料理を並べたりなんかしてますね。はい、はい、でこれがですね、これが仲間で、はい、作ってるところですね。これ天ぷら揚げてるところだっておっしゃいましたよね。はい、でこちらにあるのがこれが皆さんで、皆さんいらして、はい、最初の時ですね。最初の時ですね。これ30名だったんですね。そうです、はい、大変でしたよね。そうですねあとじゃあこのワンデーシェフとは何とやっていうので、これもちょっと説明していただいていいですかね。はい、これお店に登録したプロの方ではなくて、一般の主婦ですとか、はい、学生さんなどといった、はい、地域の住民の人が地元の農産物を使って、日替わりでお食事を提供するというレストランで。ああ、なるほどね。その主婦が私たちです。あ、そういうことでね。はい、はい、じゃあこれ1回目のレストランの打ち合わせって結構あれだと思うんですけど、何回ぐらいやったんですか。そうですね、うん、3回行いまして、うん、で1回だいたい2時間ぐらいかけて、そんな、はい、話し合いをしましたね。あ、そうですか。はい、どういうあれをするんですか、話し合いって。
日頃、ま、あのその献立を決めるときに、ええ、日頃、ま、私たちがあの主婦ですので、ええ、食事をお家で出してますよ ね、はい、やってますね。でそれを、はい、あの皆さんお得意のものというか好評のものと、ええ、そういうものをあの組み合わせて、ええ、であの結構珍しいお料理を作って献立にしています、はい、じゃあ結局何6人の自分たちで、ええ、あこれは美味しかったなっていうのを持ち寄ってそれ一つのあれにするっていう形なんですかね。そうすると面白いですね。いろいろと。そうです、いろんなアイデアがあって面白いですね、うん、なるほどね、はい、分かりました。あと塩をする食材っていうのはどんなものを用意されるんですか。一応あの、うん、月1回ですので、はい、その季節の食材を主に、はいはい、あの使ってますし地元のものを中心にということで、うんうんうん、あの使ってます。なるほど、ね、で最近ではあの、うん、レストランで使ってくださいって言って、うん、さまざまな食材いただいてますので。ああそうですか。だいぶ助かってます。うん、はい、まあ、そのあれあのレストランで来て食べ来ていたお客さんからそういう話する。はい、なるほど、ね、そういうのあるとあれですかね、そのじゃあ家庭菜園みたいなのやってる方とかお百姓さんみたいな方、ね、そうですね、なんかお家では、うん、あの食べきれないで余ってしまったとか、そういうものを、はいはい、持ってきていただいてます。あ、なるほどね、季節感があるね。これででもあれですかね、今あれですかね、人数何人ぐらいを予定してるんですか。1回には1回20名なんですけれども、あの1テーブル6名ですので、4テーブル作りますので、はい、まあ、それで24人まではあなんとかいいかなと。じゃあ最初の時はあまりあれですね、多すぎちゃって。そうです、ちょっと戸惑いました、ね、自分で食べるのなくなってそうですね、そんなことあるですね、はい、これ最初のやつのあれですね、これも新米さんかなんか出たあれなんですけども、そうですね、これだけ結構ね、にぎやかにっていうので、にぎやかにできてます、はい、まあ、皆さんあれですね、まあ、これ楽しみながらっていうあれですもんね。そうですね、うん、もう完全なものっていうことはできませんので、うん、皆さん楽しんでいただければと思って、うん、そうですね、はい、でも結構あれですね、いろんな方が見えて、まあ、口コミで広がっていくみたいな形で ね、 で、 ですから、あのもう次の時のがその日にいっぱいになってしまうということもありました ね、 そうだね、うん、まあ、私ら町歩きセンターでも一応受けてはいますけど、やっぱり今おっしゃったみたいにね、次週っていうか次の月のあれっていうのも結構すぐその場でっていうかね。そうですね、まあ、同じ人ばっかじゃなくて新しい人も来るっていうんでね、まあ、広がりはだんだん、はい、あのあれしてくるかなと思ってはいるしね、まあ、あの面白いなっていう、だからあれですね、これ6人でやっていながらもいろんなその6人のお仲間の何ですかね、お友達、そうですね、そういうのも連れてくるっていう形あるよね。最初の時はもう 3,4 人っていうともうそれでいっぱいっていう感じになってしまいましたね、はい、でも毎月毎月やっててもこれであのいろんな広がりがあるから面白いことは面白いですよね。そうですね、うん、いろんなお客様がお見えになるので、うん、私たちも楽しいです。そういうことですね、まあ、だからなんて言ったらいいかな、輪の広がりみたいな形ですよね。そうですね、はい、だからこれ美味しかった、次回はこういうのやってほしいなんて要望なんかあるですか。そういうのはあります。ありますか、はい、じゃあそういうのも多少あのなんていうの、参考にしてこの前こういう意見があったから、うん、じゃあ今回出てみましょうかっていう。あ、それも一応、その6人の話し合いの中でやる。だから多少は時間かかってもしょうがないってことか、はい、なるほど、ね、 でもあれですか、この間やった時もその1日ではやっぱできないですよね、料理ってね。そうです、20人って言ったらね。そうですね、前の日にあの半日かけてこちらで用意して、はい、あとできないなら自分のお家でやってきたりとか、ああ、そうなんですか。で当日は9時から調理して11時半の開店に間に合わせるっていうふうにしてます。そうです、これだけど あれですね、これ12月の料理ですね。これもちょっと見ていただける、これもいろいろ、はい、一番これが5番目のところは一通りあの一式のやつですね。そうですね、はい、そうです、はい、だいたいお一人様になるとこのぐらい、そういうことですね、うん、これも下は何ですか。これは煮物です、ね、煮物ですか。 できるだけあの地元のものということで、長芋は必ず入れております。あ、そうですか、はい、うん、これも長芋のサンドフライですね。うん、あ、これもフライなんですか。そうです、なるほどね、はい、うん、あ、これも皆さんで食べてると。そうです、結局ああいうふうに並べて、あの、あの好きなだけ取っていただいて、好きなだけ取って食べるって、はい、あ、これ値段いくらでしたっけ。あ、ワンコインということで500円で提供です。500円、うん、500円で食べ放題みたいになっちゃうかしら。そうですねお腹いっぱいになっちゃうね。そうですね、大変は大変だけどね、はい、
まあ、これがあれですね、前回のお品書き2回目の1月のお品書きですね。一応これもあれですよね、あのこれお正月をイメージして献立を作らせていただいてるんですけれども、うんうんうん、ちょっと引っ張ってもらうとこういうのが出てくる。はい、そんな感じです。これは毎回あの箸入れと、うん、それとあのテーブルのセッティングの時にお出しする。お出ししています。はい、このメニューも一応献立表も出すっていう、あの、そうです、渡してるんですよね。お一人様に1枚ずつということ で、 そうですね、はい、だからこれを持っていってあの練習すればそうですねできるってこと、はい、まあそんなに簡単にできるわけじゃないだろうけども一応レシピをあげるという形ですね。はい、はい、これを続いてこちらの方も、はい、そうです。これはあの9番目のはナマスですね。8種類から10種類ぐらい。ああ、そうなんですか。ナマスですね。なるほどね。はい、これもあれですね、これがお一人様分の取り分けたものですね。これ1月のメニューでしたですね。そうです、はいはい、でこれはまたちょっと面白い、これはデザートの、はい、あとコーヒーがつきましたけれども、これはかぼちゃパイですね。かぼちゃパイ、はい、うん、こうやってやるとなんか綺麗に見えますもん ね、 そうですね、美味しそうにね。これ皆さんでいただいてるとこですね。そうだね、美味しそうにね、はい、頬張ってますけどね、うん、こういうのの満足度ってあるもんね。そう、やっぱりたくさんあるっていうのがなんか魅力の。ああ、そうですか、はい、うん、やっぱりそういうの食べられるっていうのはいいですね。そうですね、うん、これもあれですね、献立の感じですね。はい、そうです、はい、これもやっぱり同じです。これ2月ですが、2月は梅ですので、はい、まあ、あの花びらに梅の形を取りをしたりとか、うんうん、あとあのお吸い物に入れたりとか、うん、これはまた今度は3月分ですね。3月はおひな様なんで、これもちょっとね、こういうの飾りをつけたりなんかして、はい、下のメニューのところ見ていただくとおひな様の、まあ、夜生馬ですとか、はいはい、その月のものでやっております。あとあれですね、これなんだっけ、お手紙もなんか来てるっていうんで、ちょっとこれちょっとコピーして、はい、やりましたけど、ちょっと何かあれば読んでいただいて、はい、はい、女性の方ですけれども、今や82歳ともなれば外に出るのは病院と美容院だけ、うん、寂しいです、うん、思えば主人が老人会の役員となって十数年は何かと手伝うこともありましたが、88歳で解散してからはこれということもなく虚しく日々が過ぎていくばかりです、うん、4月の会食にお誘いをいただいて、なんだか希望が持てるようになりました、うん、よろしくお願いいたします。また新しいお料理を教えていただいて、主人ともども元気で長生きしたいと思っています、という本当に嬉しいお手紙をお話しいただいております。はい、まあ、食べに来ていただいたんですけどもね。そうですね、はい、だからやっぱりそういうそのって言ったらいいかな、まあ、80歳でも自分も勉強したいなみたいな形のあれ意欲が出てくるってやっぱりいいじゃないですかね。はい、やっぱりちょっとやってよかったなっていう気はありますか。そうです、なんか私たちもすごく嬉しくなります。はい、皆さんで6人で話してどうですかね、そういう。そうだから一番はその輪を広げるっていうことで、うんうん、あの一人暮らしの方ですとか、はいはい、そういう方たちがああいうところに来て、ね、ほんのひとときでもこの楽しいで、はい、至福の時を過ごせればいいかなっていうふうに皆さんも喜んでます、うん、はい、まあ、実際これあと2年後には金箱亭で一応やるような形にはなるんですけども、はい、やっぱりあれですね、あのできるだけ多くの人にこういうその、街歩きレストランの方のね、シェフになっていただいて、ね、そうですね、やっぱり、金箱亭に行ったらこうやってみんなでワイワイとできるような形が欲しいや ね、 ね、一応理想的ですよね。そうですね、それが一番だと思います。はい、まあ、できるだけ募集をかけて、はい、もし、なんか私もやってみたいわみたいな人おいでになりましたら、伊藤さんたちと相談しながらですね、まあ、街歩きセンターの方にでもご相談いただければ、いろんなアドバイスみたいなのもできると思いますしね。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ一応今後とはこんな今引き続いてやられるんですけども、なんか希望的なものってございますか。しばらくはうん、このスタイルでやっていきたいと思ってます。はい、で、まあ、今おっしゃられたように、はい、会員をもうちょっと増やして、はい、日にちを
増やして、はい、毎日でもできるような形に2年後に向けてできればいいなというふうに思っております。はい、まあ、大変だとは思うんですけど、一つ頑張っていただきたいなというふうに思いますので、はい、皆さんともとも頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。それでは来週の予告をいたします。来週また私がパーソナリティを務めさせていただきますけれども、来週はですね、長野南部子ども劇場の活動という形でですね、平林さんをご紹介いたします。この子ども劇場というのはどういうあれなんでしょうか。よく子どもがお芝居するんじゃないって言われるんですけど、そうではなくて、人形劇やお芝居や音楽などの生の舞台を、子ども、中心に親子で一緒に楽しもうっていう、そういうことと、あとは子どもたち、それは劇場とは全然関係ないんですけど、子どもたちが、野外活動なんかとにかく自分たちのやりたいことを自主的に、やって体験しよう、とにかく舞台も活動も何でも自主的に体験っていうことをすごく大事にしている会です。あ、そうなんですか。はい、ちょうど来週の日曜日21日にも、ちょうどこれも地域公演って言って会員でなくてもみんなで見れるっていう、これも大道芸や音楽 の舞台なんですけれども、21日にも松代で、松代の公民館で、公民館でね、はい、こういう、ミュージッククラウンショーっていう鑑賞会があります。こういうのはみんなで楽しんでます。あ、そうですか。わ、はい、かりました。じゃあちょっと私、子ども劇場だから劇場だからいろいろとそういうお芝居全部やらないかなと思ってた。それとはまたちょっと違うということ で、ね、そうですね。じゃあそんなお話をまた来週聞かせていただければ、はい、じゃあよろしくお願いします。また見てねー。